皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。いよいよ次世代ゲームエンジンであるアンリアルエンジン5がリリースされましたね。開発者はもちろんプレイヤーである我々も歓喜の声が多いのではないでしょうか。ということで今回のゲームニュースはアンリアルエンジン5正式リリース、次世代の大規模コンテンツ開発を可能とするゲームエンジン、新機能などをおさらい。記事はオートマトンより引用しています。エピックゲームスは4月6日アンリアルエンジン5以下 UE5 を正式リリースした。ゲーム開発におけるゲームエンジンとして、またさまざまなクリエイティブの現場で使用されてきたアンリアルエンジンがついに新たな世代へと本格移行する。 UE5 についてエピックゲームスは、大規模チームでも小規模チームであっても、またビジュアル面でもインタラクティブ面においても可能性の限界に挑戦できるようにすることを目指しているとコメント。次世代のリアルタイム 3D コンテンツや体験をこれまで以上に自由かつ高い忠実度で、そして柔軟に作成できる力を提供するとしている。 UE5 に導入された主な新機能としては、完全に動的なグローバル、イルミネーション、ソリューション、ルーメンがまず挙げられる。直接ライティングやジオメトリの変化に対して、間接ライティングが適合するリアルなシーンのオンザフライでの作成を可能にする。ライトマップ UV の作成、ライトマップのベイクの待ち時間、反射キャプチャの配置は不要とのこと。仮想化マイクロポリゴン、ジオメトリシステムナナイトでは、膨大なジオメトリックディテールを備えたゲームなどの制作を可能にする。インポートしたアセットを数百万個設置しても、見た目の忠実度を損なわずにリアルタイムのフレームレートを維持できるという。仮想シャドウマップ VSM はこれらルーメンおよびナナイトとうまく連携するように特別に設計。適正で制御可能なパフォーマンス負荷にて、もっともらしいソフトシャドウを実現可能とのこと。またプラットフォームに依存しない高品質なビルトインのアップサンプリングシステム、テンポラルスーパーリソリューション TSR も用意される。エピックゲームスが継続して目指しているゴールの一つとして、オープンワールドの作成を高速かつ簡単に、またどのような規模のチームにとっても共同作業しやすいものにするということがあるという。UE5 ではそのためにワールドパーティションシステムを用意。ワールドは自動的にグリッドに分割され、必要なセルがストリーミングされるといった形でレベルの管理などを行える。また1ファイルパーアクター、1アクターあたり1ファイルシステムによって、チームメンバーは同一ワールドの同一の領域について同時に作業可能に。さらにデータレイヤーズでは、一つのワールドについて複数のバリエーションを作成できる。このほか内部で倍精度値を使用するラージワールドコーディネイツ LWC の初期サポートの導入。リベースや他のコツを必要とせず、非常に広大なワールドを作成するための土台になるとのこと。 UE5 の正式リリースにあたり、無料のサンプルプロジェクトが2種類公開されている。一つはリラスターターゲームと呼ばれるもので、新規ゲームの制作における実践的な学習リソースとして役立つという。最新のベストプラクティスの実例を示すため、今後も継続的にアップグレードされる予定となっている。もう一つは色サンプル。映画「マトリックス」の世界を UE5 で再現した PS5、XBOX シリーズ XS 向け技術でも、ザ・マトリックス・アウェイケンスアンリアルエンジン5エクスペリエンスの都市シーンがどのように制作されたのかを示す内容になっているそうだ。完全なサンプルの他にコンテンツごとの個別のパックも提供。車両だけをダウンロードすることも可能とのこと。この他にも UE マーケットプレイスでは UE5 対応の有料無料のコンテンツがリリース。世界中のクリエイターの手により、今後さらに充実していくことだろう。アンリアルエンジン5のさらなる詳細およびダウンロードについては公式サイトを確認してほしい。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。ゲーム系エンジニアを目指す人なら DL してチェックするといいかもね。しばらくは UE5 の時代だろう。ついに来てしまったか。これで ARK2 も作られるらしいけど、日本のゲーム会社でついていけるところがどれだけあるか。大規模な会社しかついていけない可能性が高いよな。 UE4 でさえ持て余してるのに。これは革命ですね。確かに細かい部分は変わっていますが、プレリリース版ではあんまり UI が変わってはいなかったし、馴染みやすいんじゃないかな。早くあっさわりたい。楽しみ。このグラフィックでグラセフやりたい。全然動力や仕組みはわからないけど、サンプルってことはこれが標準ってことだと思うので、今後どうなっていくのか楽しみ。これ本当にすごいから触れる人はやってみて。現実っぽすぎて脳がバグるレベル。アンリアルエンジン5すごすぎて、デベロッパーさんたちがこんなすごいゲームエンジンでゲームを作り、それをプレイできる自分たちユーザーは幸せ者だ。ついに来たか。プレイステーション5とアンリアルエンジン5で作られたゲームタイトルに期待。これで次世代機だとレイトレーシングかつ 4K120fps とかが安定して出たりするようになるのかね。マトリックスのデモとかめちゃくちゃすごかったけど、これが採用されるゲームが出るのにはどのくらいかかるんだろう。アンリアルエンジン5を使ったゲームが実写と見分けつかないレベルですごすぎる。これで「ウィッチャー」の新作がプレイできると思うとマジでワクワクが止まらん。以上がネットの反応でした。マトリックスのプレイ映像を見ましたが、本当に映画と見分けがつかないほどのグラフィックとなっていましたね。皆さんはこのアンリアルエンジン5でどんなゲームをプレイしたいですか？良ければ期待していることをコメント欄に書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。